ところで、お前の能力は何なんだ？ああ、俺の能力は…やっぱりそうなんだ！違うよ、落ち着けって。今のはカズキの能力をコピーしたんだ。俺はキスした相手の能力をコピーする能力を持ってる。よろしくな。おお。というかカズキ、お前はいつまで固まってるんだ？お前ひどいじゃないか突然。そんなに怒るなよ。悪かった。もしかしてファーストキスだったとか？まさか、そんな。違うよ！ところで、俺そろそろトイレに。そうだよ！ファーストキスだったよ！どうしてくれるんだよ！ごめん。まさか高校生にもなってファーストキス終わってない人がいるなんて。いっぱいいるわ！いると思うけど、いるよね。いや、いる、絶対いる。クラスに3人はいる。ごめんって。ファーストキスはずっと思い出に残るものだから、いいものにしたかったのに。悪かったって。あのところで俺そろそろトイレに。お前は忘れるんだろう。え？俺はファーストキスだからずっと覚えてるけど、お前はたくさんしたキスの一つだからすぐ忘れるんだろ。いや、ここまで大変なことになったからなかなか忘れられないよ。なあ、そろそろトイレに。お前は一生これを背負っていけろ。この罪を片時も忘れるんじゃないぞ。なあ、そろそろ本当にトイレに行かないとやばい。行けばいいだろ。人を傷つけておいてトイレの話ばっかりしやがって。なあカズキ。なんだよ。あいつ、あの張り紙つけたまま教室出たけどいいのか？あいつ、一回もキスしてないってことは、37回も振られてるのか。若宏。おお、久しぶり。やっと学校来たのね。あれ、愛か。若宏、愛かと友達なの？そうだよ、幼馴染なんだ。お前たちも知り合いなの？そうよ、映画で共演したことがあるの。そうか、じゃあ女優業うまくいってるんだな。何言ってるんだよ、愛かめちゃくちゃ売れてるじゃん。そうなの？いいの、こいつ昔から私に興味ないから。じゃあ今度可愛い子紹介してくれ。こいつらまだファーストキスしたことないんだよ。ひどい。俺とのファーストキスをなかったことにしたいのか？俺を巻き込むな。いいわよ、紹介するわ。おー、サンキュー。なんか、私は仕事上行けないけど、友達紹介してあげるから合コン開けば？やばい、緊張する。そんなにする？するだろう、あんな美人の友達なんだから 100% 美人だろう。俊生来れなくて残念だったな。僕、事務所からそういうの出ちゃダメって言われてる。雪森、いつからの幼馴染なんだ？幼稚園かな。女優と、羨ましい。そうかな、でも近すぎて女としては見れないかな。何？なんとなく。くそ、あいつら3人で楽しそうにして僕も混ざりたい。俊生？アイカ、何してるの？俊生こそ。僕はちょっと気になって。わかるよ、気持ち。アイドルって不便だよね。うん。好きで始めた仕事だけど、たまに辛くなる。特に好きな人に好きって伝えられない時は、こんなに近くにいるのにね。愛か。